回の動画は、作業時間が長かったため、前編と後編に分けております。その後編の動画を、チャンネル非公式で公開することで、コラボしております。はい、トゥーです。で、今回の動画はこちら。パナソニックのテレビドアフォン。品番は VL-SE30XL を設置していきたいと思います。こちら、電源直結式ですので、このような、ボレックスっていうのかな、のこの変換アダプターを使います。では、開封していきましょう。ちょっと。施工説明書。こちらが本体ですね。ちょっと一旦出してみます。はい、中身出してみました。もうこのパナソニックのこの基本のボタンの配列があるドアホンからして、なんかホームセンターや家電量販店に行った気分になりますね。まあ慣れれば慣れるんでしょうけどね。裏側はこんな感じです。はい、こちら外しました。こんな感じです。これが取り付け枠ですね。そしてここの 100V カバーをプラスドライバーで開けて、これの着地を刺します。こちら向きは関係ありません。これから紹介する電源コードを接続する作業は、購入するテレビドアホンの機種を間違えたため必要になった作業ですので、作業工程の番号には含みません。はい、それではこちらのコードをつけていきたいと思います。ここはちょっとネジを外します。はい、外れました。このネジはなくさないようにしておきましょう。外します。そしてこれを刺します。はい、それでは接続していきます。こちらはこんな感じで刺します。はい、接続できました。こちらちょっとなんか電源直結式だからちょっと違うのかなとか思ってましたが、全然違いません。ほんとただこれ抜いただけでした。ここに接続するところがあるので、こうやってキュッて押さえます。これだけです。そしてあとはこのカバーをつけてネジ止めします。はい、 OK です。これ以降の作業はテレビドアホンの機種を間違えなくても共通の作業ですので、作業工程番号を表示します。はい、次に古いドアホンを取り外します。はい、次にこちらのける前にコンセントを抜いてください。はい、そしてこれを上に上げると、大抵の節は上に上げるといます。はい、すると中にこのような配線が入っていますので、これを抜けます。この前にちょっとこのダランって垂れてるケーブルがなんか面倒だからちょっと取り外します。はい、次にこちら外せたらこのネジを外します。抜けました。そしてこの取り付け枠を取り外します。もう最後の1本が取れるところではこのように持っててください。そして中を通して抜けます。この切れてる配線類はもう使いません。元から使っていませんでしたかね。はい、ちょっとこちら黄色いらないのでカットします。配線のカットですよ。茶色もいりません。もう2本ですので。そしたらこの取り付け枠を配線材の中を通してこのようにつけます。ちなみにネジが付属していますが、あのネジは使いません。新規でつける場合は使うかもしれませんが。はい、できました。で、こちらあとは位置を水平にしてやっていきます。ここはちょっとカットです。はい、次はこちら配線材をストリップゲージに合わせて切ります。ストリップゲージはこの赤いシールの上にこのように書いてあります。こちら 9mm ここがあればいいということです。なのでこれをまっすぐにしないと刺さらないんで、とりあえずまっすぐにしてから 9mm になるようにカットします。はい、次はこの配線材を差し込みます。こちらはこの部分にこのこっちみたいなのを押さえながら差し込みます。2人いた方が楽かもしれませんね。順番はどうでもいいですが、僕揃えたんで1番2番3番4番と書いてあるので、1番と2番のこの玄関こきってところに接続します。はい、1番終了、2番、はい、差し込みました。あとはこの引っ掛けに合うようにして引っ掛ければ OK です。ちょっと
と収録外でやります。はい、こんな感じにできました。で、接続とガチャってかけるのが終わったらこの保護フィルムを剥がします。はい、こんな感じです。でもまだ電源は入れません。こちらコンセント差し込むと電源がつくはずです。まあ、つくかどうかだけはまた後でドアホン取ってからやっていきたいと思います。玄関、呼気側の作業と動作確認はチャンネル美公式にて公開しております。ぜひこの機会にチャンネル美公式をチャンネル登録してみてはいかがでしょうか。右上の文字をクリックするとチャンネル美公式にアクセスできます。概要欄にもリンクを貼っておりますので、右上に文字が表示されなかった方は概要欄のリンクをクリックしてアクセスしてください。もちろんこのチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。